お、来た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 、やっと聞いたことない話っぽいですよ。結構時間かかりました。メモを2回とも飛ばして、で、さっき聞いた2つの話を聞いて、で、もう一回メモ、新しく貼ったやつを飛ばしたら、こうなりました。なになに ?D99 号にディナー。今、料理人が腕を振るっているところでしょう。ディナーとはまた、豪勢っすね。D99 号、こいつの事件、知ってますよ。俺でもね。そう、ですか。とても辛い事件です。我々にとってもね。奥さんを撃ったんすよね。家族の目の前で。シャレにならないっすよ。一体どうして、どうしてあの人が、あの人。動機、その他一切謎だそうです。バカバカしい、ありえないっしょ、そんなの。詳しいことは分かりませんが、どうやらこの件は機密扱いらしいのですよ。なんすかそれ、わけが分からないっすよ。君も知っているはずでしょ、ここはそういう刑務所なのですからね。D99 号、あのヒゲの下で何を思っているのでしょうね。バカにしやがって。やっぱり真面目になんてやってられないっすね。リンネさんのね、言ってた人も、この人か、人もってか、人がこの人か。D99 号、お目当ての囚人は殺人犯。どうやらヒゲを生やしているらしいな。やっと進んだのかこれは。いや結構苦戦しましたよ多分カットしてますけど。ただこっからどうなるんでしょうね。あ、またメモ貼って、お、びっくり、時間っすね。あ、これでこうなんのか。いや思ってたんですよ。時間になったら、電話室の方にこうね、電話が来るというかね、それで進まないかなって思ってしばらく貼ってたら、メモが出てきたっていう感じなんですよね。で、癖強めの、強すぎる囚人が、電話をするのかな?お!で、ようやく完成したわ。動画で使ってるかわかんないんですけど、このトランプタワー、このチンピラが使ってる、作ってるトランプタワーが完成すれば、このそう、上に行けるんじゃないかって思って待ってたんですよね、しばらく。いろいろあったんですよ、本当に。よかった、進んで。これで向こう行って、で、多分レバーを上げて非常事態にして、グラスまで行って、上のモニターに行って、そこから横に行くっていう流れでしょうね。いい加減、こっちにメモを飛ばすのやめてもらえないっす?それはできませんね。え?どうして君がメモが落ちるその瞬間にそれに気づくのか。その謎が解けるまでは!おい。黙って捨てた。なんかこの二人いいですね。次こそは必ず本官が勝つ。そろそろ別の道を探した方がいいな。道はもうできてますよね。いや違う道がなくなっている。じゃあもう一回飛ばすか。俺いちいち話長いんですよね。え、でも俺向こう行くタイミングあったかな今ねえ先輩。で、この後映れないとまずい。あ、よかったよかったよかった。失礼しました。じゃあまあこれは聞いたやつなんで。今横にさ、電話室に来てる人は99号?
ではないよな。9時になんか電話の予約が入ってるみたいな言ってた人ですよね。30何号。何者でしょうね。なんか事件に関係ある人なのかな。あー、ようやくいけるよ。はい、よし、電話室侵入しちゃいました。ただできることはこのスイッチくらい。あ、待って、独り言がある。もしかしたらこの少年だろうか。国家機密とやらを歌い上げた囚人は、ああ、さっきの話、囚人ということは独房から来たはず。なるほど。この人のさ、このギターとか私物に乗り移っとけば独房まで行けるんじゃないですか。は？何それ。もう一回。あー、ダメ。あ、待って、でも電話してる、電話してる、電話してる。え、電話してるけど、意味あるこれ。こっから行ける？行けないですよね。あ、でも、めちゃくちゃ回りくどいですけど、今の横の囚人の方が電話してる場所にまず俺が移動して、そこで電話してる相手、あ、電話してる相手、電話先の方から電話室の方に移動できれば、あれだ、あっち側の囚人さんの方に行けるわけだ。まあだからね、その俺が移動できる範囲にその相手がいるとはわからないですけど、まあ片っ端から見ていきますね。まあここなわけないよな。あと可能性ありそうなのはこことかかな。国家機密を歌い上げた囚人っていうのもなんかのヒントなのかな。でもだとしたらさ、あれですよね、キッチンチキン怪しいなって思ったんですけど、誰もいませんでしたもんね、あの歌つながりで。ここも違いそうですよね。スケベと無能しかいないからな。ちょっと困りましたね。あと行けるの、ここは違うだろう。だからもうここしかないですけど、ここ違ったらちょっと困りますね。あ、ちげえな。またかよー、ちくしょう。あ、わかった、わかりました。そうかそうか、なんで気づかなかったんだ。こうだ、これでいいんだ。すいませんでした。これでギターを調べる。さっき聞くに耐えない音を出していた代物だ。そんなありましたっけ。この尖った少年なりの自己表現なのだろうか。お腹が空いたとか喉が渇いたとか、そういう本能的な叫びなんだろう、多分。だから、じゃあな。え、切っちゃうの？終わったぜ。ただ今俺ギターにいるから、このまま独房まで持って帰ってくれれば俺の勝ちだぜ。それでは独房に戻るぞ、 C38 号。あのな、あんたあんまり俺に近寄るなよな、鬱陶しい。てか、むしろ危険だからな、あんたの方向は。まっすぐな人生は、まっすぐな方向から。そう、行くぞ。ルッセ、俺は、俺の道を、俺の歩き方で、俺の音楽で。
癖強いな。こんな結構自由にやっていいんですね、この刑務所。そのね、国家機密がどうこうっていう人ばっかりいるっていうことだったから、なかなかね、厳しい場所なのかなって思ったんですけど。こうして私はいよいよ独房へ踏み込むことになった。私のターゲットは D99 号。その明日の予定を調べること、一体どんな意味があるのか。どんな意味があるのか。ここまで来ちゃえば簡単そうですけどね。黒板ってあれのこと？くそ、こんな胸クソの悪いところさっさとおさらばしねえと。監守の野郎、言ったみたいだな。なんだ？なんかすんのか？なにちまちまやってる場合じゃねえ。そろそろ決めてやるぜ。どうしたんだ？お、流したな、髪を。頼むぜ、ウィンナーくんよ。ウィンナー、え、待って、全然わかんない。詰まらせるとかでもなさそうですよね、あの感じだと。どうやらこの囚人くんは私のターゲットではないようだ。 D99 号はヒゲを生やしているはずだからな。確かに独房の壁に小さな黒板がある。このうるさいギザギザ氏の明日の予定見てみるか。はあ、メモ見てみますか。丸丸か×かしかないのか。これはトイレは何もできない。なんだ、あ、何、電話、電話あんの。外には繋がっていない。建物の中のすでに取り付いたことのある電話って言うと、あのあれか、さっきいた場所か、電話室とかね、そっち側か。非常パネル、じゃあ黒板見ますか。すいません、回り道しちゃいましたね。こいつがリンネの言っていた小さな黒板というやつか。どれどれ、読んでみようか。今夜私は命、記憶といろいろ落としたが、もう一つ私には落とし物があったようだ。読めない。何か文字が書いてあるのは見えるが、何を意味するのか全くわからない。あ、でもあの最初の方さ、あの悪者の部屋でも読めないって言ってましたもんね。 D99 号の明日の予定が読めないとは。はあ、なるほど。リンネに何と報告すればいいのだろうか。読めませんでしたでは私の命が危ない。とはいえ命ならとっくにないのだが。しかしとにかく D99 号の独房に行ってみるとしようか。何か情報があるかもしれない。いや、会ってほしい。このまま手ぶらで帰るわけにはいかない。オッケー。こっち側一応見ていいですか。おお、ちょっとギターこっちやってよ。じゃあもういいや。もう冷めた、私。冷めました。これやっちゃおう。非常パネル。これは、非常ベルか。刑務所で非常ベル。大変なことになりそうだ。それでは、失礼して。いいな、今の。はい、非常ベル鳴った。デンデコ、デンデコ来た。おー、同じのがいっぱいいる。で、なんだ？また流したぞ。待って、なんか言ってる。やはり、大騒ぎになってしまったか。囚人たちが、それぞれの反応を示しているようだ。みんな一緒じゃない？反応。この大騒ぎ、眺めてみるのも面白い。ほう。眺める、オッケー。この二人しかいないのかな？あ、下も行けますね。あー、なんかやってる、なんかやってる。ちょっと一旦、あ、こいつは動じないな、すごいな。
この人すごいな、頭どうなってんだ。ちょっと待って待って、他のも見ないと。やばいやばいやばい、また癖に負けるところだった。え、でもなくないかこれ以上。さっきの警備、あ、下行ったんだ。あ、で寝たふりしてる警備員来たからね。異常なし。ほう、でもオイラピンときちゃいましたよ。今ので下に行けるんじゃないか。ベルを鳴らすとここには動きが生まれるようだ。はいはい。これ今はダメなの？あ、ダイヤル使えるようになってんな。こっちは何？ベッド。あー、なんもないな。じゃあもうこれで行けるのかな？電話。あ、ダメだ、監視室だけ。ん？じゃあ警報器、あ、もう鳴らせないじゃん。あれ？あ、わかった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 、わかりました。異常なしっていうのは監視室に報告していたんだ。だから一旦監視室に戻りの、また電話を使ってあっちに行くんだ。完璧ですね。長くない長くない？あーが。なんすか？いきなり。どうですか？本館の気候は。びっくりしたでしょう。はい？退屈ぶった君を脅かしてやろうと思ったわけです。名付けて、びっくり怪人。どうでしたか？そりゃ。普通の人の気候ならびっくりもしますけどね。先輩じゃあね。なんだ、そうですか。そうですかじゃないよ。気候しててもおかしくないってことか。あーって、またもう先輩の方が癖が強くなってきてる。今君なんて失礼だ。本館はただコミュニケーションをですね。仕事してくださいっす。いいコンビだ。本当ですね。好きになっちゃいましたよ、この二人のこと。で、これで内戦で、上？俺行きたいの下なんだけどな。あー、そっか。ダメみたいですね。じゃあ、ごめんなさい。急で申し訳ない。中途半端ですけど、まあ長くなってるんで、今回は一旦おしまいにして、次回ね、なんとか、99号のところに行けたらなと思います。では、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回もお願いします。では。